お疲れ様です。それではテクニカルで見通していく第15週目になってきます。4月8日から15日の5日間ですね。この1週間は14週目に引き続いてすごく似てるんですけども、まあ、レンジでテクニカルを張っていくっていうところと、あとグループをね、週の前半、月、火、水と、それから木、金に分けて考えていくってことになります。で、この今見ていただいている週足なんですけども、値動きが止まって2週間目になるんですね。ここ見てください。ほとんど値動きがないですよね。で、こちらの方にレンジの範囲を狭いんですけども指定したんですが、本当もう上下の幅ちょいっとしか動いてないんで、これではね、利幅が取っていけないかなというところです。まあ、ですんで、どうするかっていうと、15分の方で見ていくっていうようなね。まあ、そんなテクニカルのトレードの方法になります。15分はランダムウォークが出てきますので、完全にテクニカルではないんですけどもね。まあでも1時間軸でトレードをしている限りは、なかなか利幅のチャンスにはね、ありつけませんので、これだけ動きが少ないと、これはこれでね、困ったことになりますよね。よく船出に例えますけども、波も出てないし、風もない時って、まあ船はね、あまり上手に進まないんですよ。だからといって、大風とかね、大波だと遭難しちゃいますしね。だから程よく風があって程よく波があるっていう時に、私たちはやっとテクニカルができるんで、市場がね、年間で200日開いてるからって言って、200日全部が勝負できるわけではないっていうのは繰り返し申し上げてるところです。こういった話をね、例えば FX をやってる方が通常の概念として持っているとかね、会話の中で繰り返し言うまでもなく、ポンポンこうね、その概念がやり取りされるっていうふうになってくると、まあ話の分かる仲間っていうことになりますけども、こういうのがないうちにですね、まあ FX は年間200日トレードできるから毎日勝負する時があるんだよみたいに思うのは、ちょっとまだそれは見通しが甘いかなっていうところですね。皆さんもご存知だと思いますけど。はい、それでは週足の方をずっと見ててもね、もうあんまり意味がないんですけども、ちょっと日足の方に行きましょうか。もうね、4時間とか1時間で今回は語ることになると思います。ほら、これが日足なんですけども、もうね、2週間、14日間動きがないんですよ。で、ちょっと動きがあったとしても、すぐに上の方に引き戻されていくっていう下髭が見えますね。まあ、上髭はもうね、介入が意識されるところなんで仕方がないんですけども。まあ、そのように見ていってください。ほんと、この同じようなね、2週間でも、この2週間っていうのは上下の動きがあるわけです。この動きは2週間あるわけでしょ。これも上下の動きが多少あるでしょ。で、これも動きがあると。だから、取っていけるところと、今回みたいに取りにくいところってはっきりしてるじゃないですか。まあ、こういう流れをつかめるかどうかっていうのに、このね、日足ってのを使ってください。週間の見通しを立てるときは、そういうふうに日足を見てくださいってことですね。じゃあ、ちょっと4時間ですね。まだまだ細かいテクニカルはお話できませんけども、はい、4時間軸だと、本当わかりやすいですね。ずーっとこの間に入ってるでしょ。だから、早めにこの値動きが、ポカン、ポカン、ポカンとつけれることっていうのは、どれだけ利益に直結してるかってことがわかると思います。ロスカットもね、極端に減ったんじゃないかと思いますよね。だって、ロスカット受けようがないですもんね。この3つの価格帯で意識してトレードしてる限りは、どこで、どっちのエントリーしちゃダメかってことがわかりますからね。例えば、ここでバイのエントリーはしないでしょ。うわ、上がってきたぞ、よし、ここでバイだってなんないわけですよ。まあ、これはね、この駆け出しの時はもうしょうがないですけどもね。まあ、ここはちょっとえぐれてる状態のところ。ここもえぐれてる状態のところ。2箇所ぐらいありますけども、あとはね、152円を意識して、この辺りでバイは入れないし、下の方に行く際も、やっぱりね、どこを抜けたらブレイクかってことが分かりやすいわけですよ。例えば、このヒゲ先とかヒゲ先とかヒゲ先とか、こういうのがヒントになりますんでね。はい。じゃあ、いよいよ1時間の方行きましょうか。この1時間時間もすでに8日の午前中に関わってくることだと思いますけども、大きく見ると、このレンジがまずありますね。でかいレンジが。下が151円の200、上が151円の800あたりなんで、これでもね、60ピップスぐらいなんですよ。で、トレードのしやすいレンジっていうと、動きのある上下60ピップスから70ピップス。これが一番の理想値っていうのはもう皆さんね、体感されてると思います。まあ、もともとこれは私の体感だったんですけども、まあでもトレードが上手な人は大体そのぐらいを選んでるみたいですよね。1円幅だと、やっぱりこう広すぎてね、レンジがつかみにくいっていうことと、あとエントリーのタイミングというのがあんまりないっていうふうにね、パラドックスが起きてきます。どういうことかっていうと、今60ピップス上下ですけども、それでもね、値動きによっては上に偏る時っていうのがあるわけですよね。で、この辺りもえぐれといえばえぐれなんですよね。
まあですんで、価格設定、ここの方はもうちょっと切れちゃいましたけども、実はずっと下のレンジを使ってたわけですよ。で、14周目は上のレンジだったわけですよ。それが15周目になってくると、またね、上のレンジを使うのか、下のレンジを使うのか、それとも両方のレンジが使えるのかってことを見極めながらやっていくってことになります。で、だいぶ見やすくなったでしょ。で、当面ですけども、月曜日8日は上のレンジで考えていけばいいんじゃないのっていうのが、今日のね、結論ですね。はい。ということなんで、4月8日、月曜日ね、これをもとに、またテクニカルで勝負していきましょう。8、9、10の3日間が同じマーケットを使う。つまりは、大筋ね、変更がなければ、ここを使っていくってことですよ。ほら。だから上下、30ピップスとか40ピップスしかないわけですよ、これ。まあ30ピップスですよね、これね、大体。そうなってくると、この1時間軸では、なかなか値動きが追いかけにくいんで、15分かなってことになります。もちろん、窮屈だけども1時間でできないこともないんで、1時間の解説もやっていきますけどね。15週目は1時間の解説と15分の解説を挟みながら、皆さんにお届けしようかと思います。それでは、15週目もよろしくお願いします。